こんにちは、おこぜでございます。今回ですね、妻が新車を購入しましたので、その車の紹介をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。では、はい、今回妻が購入した車はですね、こちらでございます。スズキのスペーシア、ハイブリッド X モデルですね、を購入しました。まず外観をですね、見てみましょうか。まず前面ですね、こんな感じですね。はい、それではですね、後ろの方も見てみましょうか。はい、こんな感じになっております。はい、それではですね、車の特徴をご紹介していきます。まずこの車種を選んだ方、必ず気に入っている部分っていうのがあります。それは多分ですね、パワースライドドアですね。これ、左右両側動きます。それでは開けてみますね。はい、開けました。これから閉じますけれどもね、ロック機能、予約ロック機能っていうのがあるんですね。これどういうことかというと、今からスライドドアを閉めますが、完全に閉まってからでないとドアロックできなかったんですけど、昔。これ現在ですね、スライドして閉じかかってるところでもうドアロックを予約できるというものでございます。やってみますね。よいしょ、はい、閉じます。途中でロック、はい、今ハンドアもちゃんと直した後にドアにロックをかけてあります。見てみますね、ということでございます。だから、スライドドアが完全に閉まるまで、ロックボタンを待たなくていいという機能でございます。これね、説明難しいんですけど超便利です。はい、それではですね、運転席の方の機能をご紹介します。よいしょ、乗ってみますね。暑い。はい、運転席に着きました。前に映ってるのがハンドルですね。まずご紹介したいのが、セーフティー機能ですね、のうち2つご紹介します。こちらです。ここですね、こちらの方、アダプティブクルーズコントロール ACC というものでございます。まあ、どういう機能かと言いますと、車間距離を保ちながら自動的に加速減速、さらに停止までサポートするという機能でございます。渋滞の時とかね、非常にいいかなというふうに思います。そしてもう一つ、こちらですね、こちらの方がですね、車線維持支援機能というものですね。要は、できるだけ車線の中央部分を走るようにということをサポートしてくれるという機能とのことです。こちらの方は高速ですね、で、機能を発揮するというものでございます。あと、それからですね、はい、ハンドルのちょっと左側ですね、こちらでございます。パーキングブレーキですね、指でこうロックできるというところでございます。もうすでにですね、今パーキングに入ってますんでね、今ピピっていう音がしましたが、まあ、手で簡単にブレーキができるというところですね。あとですね、スリムサーキュレーターっていうのが上の方にあります。ぐーっと行きますね、ちょうど私の頭の上ぐらいですね。こちらです。これサーキュレーターがついてるということなので、まあ、室内全体をですね、攪拌して、空気
の温度を一定にしてくれるというものでございます。あとそれからですね、シートヒーターついてますよということですね。これは見せられないですけどね運転席とここ助手席もシートヒーターが入ってるというところですね。やはり冬場はすごく助かります。それからですね、 USB 電源ソケット、まず一番基本的なところはここにありますね。そこでここだけじゃないんですよ。ちょっと左側行きますね。ここです。ここにねあるんですよ。ちょっとわかりますかね小さいもんですけどね。はい、 USB の電源ソケットですね。タイプ A とタイプ C という形で2つの規格を対応しています。実はねこれ後部座席にもあるんですよ。今からちょっと行ってみますね。はい、後部座席の方に移りました。右側の方のですね、このシートの奥ですね、わかりますかね、ここです。ここにも USB の電源ソケットが2タイプですね、あるということで、後ろに乗った方もですね充電できるということがわかります。はい、後部座席の窓ですね、こういうものがあります。ロールサンシェードですね。はい、直射日光を避けられるという部分と、まあプライバシー保護という意味もありますね。これ結構左右両側についてますんでね、便利かなというふうに思います。はい、最後にですね、後部座席のマルチユースフラップっていう機能がありますのでお見せしますね。もう今ですねロック解除してあります。ここがロックですね。でこれがクーッと出せるという感じですよね。で、これをこう角度変えて足を乗せられるという機能なんですけども、面白い機能がですね、ちょっとお待ちください。はい、一番シンプルな状態ですね。でこれを角度をガンと上げるとですね、ここに物を置いたものがここにバンとスライドして落ちないという機能もあります。解除するときはこのストラップを引いて回転するだけでございます。スペーシアの紹介終了でございますわかりやすかったでしょうかちょっと拙いご紹介で申し訳ないんですけど、結構ですねいろんな機能が入っていて面白いなというふうに思っております今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。